どうもこんにちは、ハヤトです。どうもこんにちは、クルトンです。さあやっていきましょう。第4回タイプドラフトバトル、イエイ。逆さあ始まります。逆殺のお時間です。いえよ、俺の独壇場や。あ、そう、うん、始まりますか。クルトンの時代が、うん、待ってた。始まってたの？始まってたって知って、出た。まずえ、シンス、まず何だっけ、ティール、アンティール、まあ英検2級だからね。なるほどね。え、過去にもうすでに起点があって、そこから今に続くが始まってたのよ。知ってるよ。あ、知ってるの。知ってるよ、うん、クルトンのハヤトとの対戦成績ですね、振り返っていきましょう。タイプドラフトバトル1回戦目ハヤト勝ち、1回戦ハヤト勝ち、3回戦ハヤト勝ち。はい、なんか勝ちって書いてあるね。これ誰が作ったの？これ今までの歴史をね、ちゃんと振り返りながら。まあでもね、派生はちゃんとね、予兆は見せてる。後半下に行けば下に行くほど後半だけど、緑増えてない。タイプドラフト見て。これこのタイプドラフトって部分がさ、たらオセロみたいなもんでしょ。そうだね。この〇〇王がじゃんけんみたいなもんでしょ。ああ、別のカテゴリーだね。はい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 。じゃんけん勝ってもしゃあないで、オセロで勝ってくれよ。まあ任せろよ。あ、いける。予兆はある。予兆ある。予兆はある。本当にいける。いける。じゃこれでね、負けた方が今回視聴してくれた、なんだっけ、視聴者の方みんなに、負けた方がバラでスイーツパラダイスを奢るっていうのはいかがでしょう。いいね、視聴者いないからね。ただいけるいける。あのか、言い方なきゃ、頑張ろう。さあ、やっていきましょう。ハヤトの使えるポケモンが鋼、フェアリー、ゴースト、地面、格闘、ノーマルをすべて組んでいる複合タイプ内ポケモン。言ったらわかる、伝わると思う。6体全てがこのタイプに関わっていなければいけません。かつ全てのタイプを使っていなければなりませんということですね。はい、これでわかるか、きっと。うん、これでわかる。クルトン君のポケモンは何ですか、何タイプですか。僕がピックしたタイプがドラゴン、炎、悪、氷、エスパー、水です。なるほど。バランスがいい。バランスがいいかどうかは置いといて、今までで一番強敵だわ。今回はまだよく見えるんだ。よく見える、よく見える。やっぱ氷、悪、ドラゴン、水、炎ってかなり通りのいいタイプが並んでるじゃん。そうね、そうね。なんか普通に対面チックになんかハチマキとかトッキーとか、うんうんうん、スカーフとかメガネとかされてるだけでできそうだから。あ、まあ確かに対面構築っぽいよね、このタイプはね。タイプなの並びは、このタイプかどうかわかんないけど、あのタイプのポケモンがだ、あのなんだろう、あの絵を見るとさ、うん、文字が浮かんでくる抽象的な感覚。はいで、はい、例えば氷悪って言ったら今もうポケモンがみんなポカーンって浮かんでくるじゃん。そうね、あいつが。そうね。そんな感じで出てくるポケモンたちは強そう。ちゃんとクルトン君がそれを選べてるかが、まあかなり怪しいところではある。手を狙いがちだからね。ちなみにクルト君は伝説のポケモンは何を選びましたか。まあ楽しみにということでね。楽しみに楽しみに。何選んだの。あ、じゃあ相手のポケモン予想する。あ、いいよいいよいいよ、結構自信あるよこれ。俺もね、4択に絞れてるから。それは絞れてないんだ。全然全然分からなかった。ああ、選択肢がね多いからね。だからまあ、4択っていうか、正確には俺の中で3択なんだけど。はぁ、はぁ、はぁ。え、誰が抜けた？誰がっていうか、あと、なんだっけ。ブラックキュレムが抜けた。ブラックキュレムが抜けて、オーガ・シロバド・メオトゥの順位。はい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 。で、メオトゥ来たら、泡吹いて倒れるかもしれん。終わったーって。全然ミュートゥー使いそうだろ。一回動画でも出してたしね。だからあー。自慢のミュートゥーね、うん、もうしてこいやろって。はいはいはい。ちなみにスカーフミュートゥーだった場合はカレンダーかもしれ
そんなに？エスパー半減いるやん、鋼の。いる。あ、大地の力覚えるけど、あいつ。大文字も覚える。そうそうそう。うん、対策はある。いや、最初ね、俺ザシアンで考えてたの。うんうん。ザシアンじゃないじゃん。スカーフミューというの大文字でみんなゲームエンドだなと思って。ああ。諦めた。炎半減ないしね、水半減もないしね、今回。なんで、すぐバラしてしまうん？なんだと思ってた？いや、絶対ザシアンじゃないと思ってた。ザシアンじゃないと思ってた？じゃないと思ってた。なんで？あまりにも水の通りが良すぎるから、グラウンドン使ってくんじゃないかなと思って。あ、グラウンドンじゃない。あ、晴れにしない。そう、晴れにしない。へぇー、おー、そう、グラウンドン使っても無理やり水を半減にしてくるのかなって思ったけど。源、ホムラ怖すぎて。あー、あ、そっか、グラウンドンはグラウンドンで厳しいのか。とはいえ。そうそうそう、相手に回れちゃう、好きなことされちゃうから。あれも使えるじゃん。叩き落とする人、食らいつく叩き落とすワイドブレーカーの人。まあそうだね、リュウマイヒコテラス、あのなんだっけ、アクロバットする人。ヒコテラスアクロバットできないけどね。あのなんだっけあいつ、あー、トドロクツキ、名前が出てこなかった。トドロクツキ、トドロクツキ、トドロクツキ、そう、ね、強いんだよタイプ。うん、強い。晴れ作ったら負けるなと思って。なるほどね、なるほどね。で、自分の特性ガードしてくれる特性ガード欲しい。意味わかんねえよ。もしくは夢特性欲しいわ。あーね、それはまあ、わからんでもない。晴れ作りたくないと思って。え、まだ、だって、晴れさせたとして、その恩恵を受けれるのって、まあ、古代活性ポケモンか炎タイプじゃん。炎タイプは地面タイプでどうにかなるから。何言ってんの？ちょっとごめん、今難しすぎて何も理解できなかった。炎タイプは地面タイプでどうにかなるから。地面に対して、地面技が抜群だから、炎が。あ、てか、そのタイプとままでいてくれるなんて。まあまあまあ、そうなんだけど。水の方が自体は深刻かなと思って。ハイドロチームもだから負けだから、基本的には。まあ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 、そう。ああ、絶対グラドンだと思ってた。まあ、ザシアンも使わないと思ってた。なんかテラパゴスがいた。テラパゴスなんていないしね。僕はポケモン剣盾どっちを買いましたか？そんなバカな。さあ、それでは試合の方へレッツゴー。お相手クルトンくん。海洋画は想定内だけど、ホムラがいて、ああいうパオ両方入ってんだ。包みね。ああ、なるほど。一番上のポケモンは何？エッパータイプなら何でもいいやってことで連れてきたのか。とりあえずやっていきましょう。一番上何？マジで。あれなんだ。え、猫？サギ？よくわかんないけど、そんなに時間は取ってられない。基本的には、ウーカリオーか、ウツリが、ホムラ、パオだから、いやー、ミミッキュかな、サーフゴーかな。ミミッキュ出したさるな。待って、伝説が、まず、テラパゴスだろ？テラパゴスは固定で、裏に置きたいポケモン1位は？いや、ミミッキュだろ。いや、ガチグマだな。ガチグマ行きましょう。ガチグマ、ハピー、テラパで行きましょう。いかがでしょう？海洋が受けてみせよう。やってみようかどう。それでは、クルトンくん、対戦よろしくお願いします。お相手の初手もは、あいつ、ニャオニクスって言うんだ。いつのポケモン？誰も知らんやろ、そいつ。とりあえず、重っきし、ぶん殴っていこうか。あくび、へぇー。あくび？へぇー。あった。あんなちっちゃいのに強いじゃん。引くか。一旦引いて、あの見た目で物理ってことないだろう。だってどう見てもエスパー用のわけだろ。来るのかな。お前あれか、いたずら心か、ここの尻尾は。なるほどね。え、どうしよう、負けた。負けてはいないよな、基本的に。負けてはいないはず。
あいつが物理格闘技とかを持っていなければ。トリック、アクビエスパーだろ。エスパーだからサイコキネシスかタイプショックかの違いだろ。ショックだったら負けだ。あー特殊技ね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ直帰奪われたけど、いける、まだ参る。で誰が出てくるかか。パオジアンかガッツホムラがやばい。え、お前メガネだろその出し方、メガネオーガだろ。あーミッテーラなら落ちるの。こちらは HD に振り切っておりますが、え、ミテラオーガってピー直帰なくしたら落ちる。いやそれスカーフやろ、お前それスカーフやろ。まひれ6割まひ、オーケー、勝ったろ、勝ちました、勝ちました。と勝ってるからワンチャン上取れたりする、ワンチャン上取れてる説。太陽がって HP いくつ、90ぐらい、急投げの方が入る説。どうだろう、まあでも裏に引かれた時に雷打っといた方が強いか。入れて動けない、じゃあもう潮吹きのダメージなんてあってないようなもんよ。こだわってるかどうかだけ知りたいんだよな。あいつがこれで次も潮吹きを打ってくるのであれば間違いなく彼はこだわりです。引っ込める、まあ引ってくれ、地面タイプはいない。いいよ、結構きついだろそれ。まひれ6割ですよ、よーし楽しい This is ポケモン。まひってる、んあふこっちか、じゃあ海洋がメガネか。まひかけずワンチャン上取りたりしたら、おラッキー、そしていける、もう誰も仕事させへんで、1回ずつひるんでるからね。踏まなければ落としていける、ハピが大活躍ですね。今回はハピネスチャンネルです。ハピネス&ハートフル、これが僕のテーマです。雨が上がってちょうど海洋ががこだわり直せると。何でこだわってくんだろうあいつ。雷が妥当だよな。あー波乗り、あなるほどね、メンチュアンティに打ち割ってきたってことは多分9割8分3厘こだわってる。ただといって別にどうこうってわけじゃないんだけど、瞑想突き引かしてやろうかな、瞑想、あ瞑想テラパゴスや。そしてや余計なことせんとこ、あいつ素早さが半分になってるね。だからこっちが実質ロックカットを積んだような状態だから、テラクラスターを打っていけば俺の勝ちね。最高にかっこよく決めていこうぜ、虹色流れ星。うーんマジで見た目が好きじゃない。テロフォーミング、雨を止めます。そして相手がテラスを切っているときには2倍に入ります。テラクラスター、ロイヤルエントリー、黒板の海洋画を撃滅していく。それではクルトン君、対戦ありがとうございました。それでは2回戦目にレッツゴー、あやとチャンネル。
さあ次は僕のエースルーカリオを召喚していきたいと思いますが、この前にキュン耳から入っちゃおうかな。キュン耳から入ってまひった状態でクラッパゴスにつなぎたい。でも大勝つつみ来るんだったらさ、ぶっちゃけさ、どうなんだろう。大勝つつみ来るんだったらぶっちゃけ出しとけば勝ちなんだよね。まあそんなことをしなくてもね、俺が勝てるってところを見せてやろう。僕は欲しいかな。やっていきましょう。誰が来るかな、誰が来るかな、誰が来るかな、カメハメハ。それではクルタン君、対戦よろしくお願いします。連勝で飾りたいね。第4回タイプドラフトはハヤトが強かったと。後世の鹿が語る色違いルーカリオ。ポリアーブエナ使うタイプの人ね。でもゴテラがあるわけじゃないから、はい、心速出ていい。え、行きましょう。あーやるじゃん、あーやるじゃん、俺のね。はい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 。でも知らないね、優先度をの暴力を。上の発動してたもんね、5つ目とかじゃない。アンコールしてくれねえかな。いや知らない人いた優先度ってこと、言葉知らない人いるよね、たまに。行きましょう、心速。あいて、やべ、ドロポン当ててくる、偉いじゃん。ふう、危なかった。これ違うか、ノマテラだったか。いきなりノマテラしちゃうのありだったな。誰が来るでしょうか。ウガツホムラ、ウガツホムラって早いの。まだ神速しか打てないんだもんね、どうせ。行きましょう、神速。ナイス急所読まれる。リュウマイ、あ、リュウマイしたからもう間違いなく相手が上になった。同じぐらいだよな、多分 S のラインは。リュウマイか、これ結構ピエンやで。まあいいか、とりあえず神速で程度ホムラを削っていこう。おっ、ナイス。さっきの急所えらいと、だいぶ有効。これは試合後にまたクルトンがね、泣いた赤鬼がピエンピエン言うけど、ってことか。僕に任せろ。これルカリオ一体で全抜きしちゃうんじゃないの。お見せしましょう。もうこれで使用機打てないだろね、見てるもんね、わかるわかる。いや、うんとね、1回戦目の試合結果からグッチューハック、あいつはこだわりメガネなのか、多分ね、ハピのダメージ見るに多分スカーフ。そうだよね、麻痺っても上取ってたもんな。だから多分スカーフなので、あいつはもう波乗りしか打てないマン。ゼロクラスター打ってるだけで俺は勝てる。身代わり剣舞ドンチしちゃおうか。ごめんな。しかも波乗り外れるからな、俺のミミックには。
見ると動けない。じゃあ研磨どんちしましょう。いくぜこさん。 OK2 連勝でございます。さあそれではクルトン君ご視聴ありがとうございました。対戦が終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった今回は。せっかく最後俺の光の粉ミミッキを見てもらおうと思ったのに、波乗り外す瞬間を。わけわかんない、光の粉って。命中率下げんで。知ってるわ。いやー、0.9 倍するんだっけ確か。そう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 。うっそ、新速は見えた、分かってた、新速打つの分かってた上でアンコール打った。なんでホームランの起点にしようと思って新速には伝えるからと思ったらなんか急所当たるしよ。あ、ホームランがってこと。そう、ーホームラン、試験前ルカリオごときの火力じゃ新速2発食らっても耐えるわと思って、うん、1回リュウマイして、あのあと何日の光して、あ違う、朝の日差ししてもうあいつ起点にしたろうと思ってたのに、何あのクソ急所マジで。あー楽しい。別にあれ九州に当たっててもミミッキの前にはもう皆無力だから。え本当に。そう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 。なんだってね、電磁波身代わりするから。かわ天満どんち当たらないからね技。まあまあ多様で電磁波入れたらもうね動けるちょっと半分だからね。そう、え半分、そうだよ半分か。いやいや電磁波って3割動けないでしょ。まあ約ね、そうだね。で光の粉で1割動けないようなもんだから、あ、およそ半分は動けない。あ確かに確かに。だから身代わり3回使えばもう勝ちよ。まあ1回はね、まあ昼からね。そう、あー全然もう伝説枠活躍させられなかったよ。悔しい。俺も悔しい。あーピクさん、俺今クソタイプいないやんと思って探してた自分の。ルカリオルカリオ。アビス直帰なくてもあんな硬いの HD。 あーもう直気ないハピごときなら飛ばせると思ってたわ。やっぱり、ね、スカフスカフスカフ、メガネなら落ちてるなと思って。メガネなら落ちてる。マジか。もうみんなでみんなで海洋画を出たって、みんなでミュウトゥーミュウトゥーミュウトゥーが一番きつかったんだよね。ミュウトゥーでもまあ積んでこなければガチグマで飛ぶだろうと思って。まあね、伝説ポケモンの耐久とは思えない耐久だからね、ほんとに。ミュウトゥーさん。ロトスドクサか。そうかー。あー、ニャオニクス、ガチグマ対面があんまり良くなかったな。ニャオニクスって言ったね。俺ずっとそれだけ考えてよ、最初の番組で。あいつなんだって、あの猫。ウサギ猫だね。ニャオだからね。ニャオだからね。うっそー。で、やっぱ、天命だよな。2回でも昼間ヒットも。ね。どこはリマヒ。リマヒ両方初回で引くし、まあね、こっちのし構成もよくなかった。確かにね、負けて力のべき戦いだったよ。タフゴンもちゃんとね、海洋が仕様だから、対海洋が仕様のね。あー雷ね、はいはい、なんだっけ、技マシンが集められなかったわけではないって自分に言い訳をした。え、これ何潮吹き耐えんの。誰がタフゴン何やろ。アフゴ死よ。あ、まあ、アフゴはね、ただの領主。HB アッキーだから。全然死ぬじゃん。ダイオガはもうまひってるか、なんかしてもらわないと困る。なるほどね。それまでに。あー、ハピナスティアス出してたな。だから、まあ、なるべく、その、一発、まひらせたり、うん、ミミックで一発まひらせたり、ピンクハ持ってるガチグマだったり、先に S を上げとけば、海洋ガの上から動けるパゴスだったり、人足持ってるルカリオだったり、蒸気マックスでは食らわないよ。完成目まで飛んだだったり。はいはい。あ、これブラックキルムだったか。
ブラッククレム、あ、そうね、ミミックがもっと活躍してるだからなんで変わす前提なんだよなんで変わす前提じゃないの、むしろ変わさないんだったら持ち物なしじゃん、まあ、確かにな、みんな持ち物持ってることになってるんだから、自分だって持ち物笛なんとかタスキとか使ってるんだから、まあ、使ってた、俺もだから変わすよなるほど、その理屈で言うと光の粉と先生の爪が最強アイテムなんだけど大丈夫、あとあれも強いよ、タスキの上位互換、あー、気合、気合のハチマキ、気合のハチマキ、なんかのタスキじゃなかった、こだわりタスキ、いや気合のハチマキだと彼が何回も耐える、あの 10% の確率でね、何回も耐える、第1ほいじゃん、気合一発いやー、まあでもね、ちょっと安易だったな、海洋がわざわざ韓国から取り寄せたのにお取り寄せグルメ、お取り寄せグルメでシャチだシャチポエポエポエあーやられました、やられたけど手足でやられたわ、うん、そうね、麻痺ったことも文句言えない、天命だから 60% 麻痺、60% 麻痺は文句言えないわ、それは麻痺引く確率の方が多いから、1回打ったから 3600%いけし360だし違うし自動に期待しましょう、今回こそはね、突っ切ろさせられると思った、遠い、あまりにも地面が地面が遠い天竜人ゾエ雲でも舐めてろ、本当に、まあいい勉強になったよ、あと毎回言ってる俺次こそは楽しみにします、楽しみにしててください、それでは本日の動画はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしく、それでは See you!